ノーマネー、ノースマイル。こんにちは、マネージャーの瀬名です。今日も一緒にマネーリテラシー高めていきましょう。さあ、今回のテーマはこちら。資産形成において不要な損失を生んでしまわないために必須となる知識、行動ということで、今回は資産を増やしていきたい、運用によって利益を生み出せるようになりたい、そんな風に願う一般投資家が最も恐れるもの、損失というものについて、投資初心者の人たちが特に陥ってしまいやすい状況、考えてしまいがちなことと、そういった観点からお話していきたいと思います。また、損失の発生を回避するためには、一般投資家としてはどういった行動を取っていく必要があるのか、そしてそもそもどういった考え方のもと運用を進めていく必要があるのか、そういった点についても、プロの投資家のように的確なタイミングでの損切りや相場感を養うためにマーケットに張り付くといったようなことが難しい一般投資家が心がけておかなければならないこと、そんな形で解説していきたいと思います。この動画を見れば普通の人、つまりプロの投資家ではない人たちが投資や運用を行っていこうとする際に何に気をつければ、そして何を最初に学んでおければ出花をくじかれて大きな損失を抱えてしまうというような状態にならずに済むのか、進むべき道を間違えてしまわずに済むのか、そういったことがわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。いきなりですが、あなたに質問です。一般のプロの投資家ではない人たち、それこそ金融業界以外のサラリーマンや主婦といったような金融の世界には縁のなかった人たちが資産運用を行っていく、投資を成功に導いていこうとする中で、知っておくべき最も大切な知識、重要な概念とは一体何だと思いますか？これこそが今回お話しする不要な損失を生まないために最も大切なことというテーマの結論とも言えるものになりますが、その答えとはズバリリスクマネジメントだというふうに私は考えています。一般投資家が最も嫌がる損失の発生、自分の資産が減っていく状態、運用成果がマイナスとなってしまうような状況というのは、自分にとって取れるリスクと取れないリスク、それをですね、正しく判断できていないからこそ起こるものだと。もっと言えば、損失が発生している時でさえ、このリスクマネジメントがですね、しっかりと自分の中で確立されていさえすれば、そこに一喜一憂せず、心穏やかにですね、運用を続けていくことができるようになると、そういうふうに考えています。じゃあ、このリスクマネジメントこそが一般投資家にとって最も重要なことだと、なぜ言えるのか。運用手法や投資戦略、マーケットの見方や買うべき金融商品の見極め方など、いくらでも考えうる投資における大切な要素のうち、なぜこのリスクマネジメントをまずは最重要視して学んでおく必要があるのか、それはまず第一に、今回の話の前提である投資初心者と呼ばれるような人たち、資産運用や投資を始めたばかりの人たちにとって、その初動、すなわちどういう形で資産形成をスタートさせていくのかということが、その後の資産形成の成否を分ける非常に重要なキーファクターとなってくるからです。そして2つ目に、このリスクマネジメントを適切に行っていくことができる能力、すなわちリスクについて正しく評価し、自分の投資行動へと落とし込んでいくことができるかどうかということが、不要な損失を回避することに直結するものであるからです。正しいリスクマネジメントというものが投資初心者にとってどれだけ重要な意味を持つものなのか、順に解説していくことにしたいと思います。ではここからは、リスクマネジメントというものがなぜそこまで重要なことなのか、損失回避のために不可欠な要素なのかということについて解説していきたいと思いますが、まず初めに強調しておきたいのは、このリスクマネジメント以下によって、特に投資初心者はその後の資産形成がどのような軌跡をたどっていくことになるのか、命運がおおよそ決まってくるということです。つまり投資初心者にとって、このリスクマネジメントの力をある程度養った上で初動を起こせるかどうかということが、非常に大きな運命の分かれ道となるということです。あなたがもしリスクマネジメントの重要性をほとんど認識できていないまま運用を開始し、自分のリスク許容度を超えた商品や投資手法を採用したことによっていきなり大きな損失を抱えてしまったとしたらどうでしょう。よしやるぞと息巻いていたのが嘘のように意気消沈、もうやる気を失ってしまう、怖くなってしまう、
そして投資というものに拒絶反応を示すようになる、そんな風になってしまうのではないでしょうか。実は実際にそのような経緯をたどってもう投資なんて一生やらないとなってしまう人っていうのは決して少なくはないんです。そう聞くとすでに何らかの金融商品へ投資済みだという投資初心者の方は急に不安に思われるかもしれませんが、安心してください。当チャンネルでは投資初心者こそやってほしい再現性の高い投資手法、投資や金融の専門家でもない一般の人が運用で成果を出そうとするならばもうほとんどこの方法しか考えられない、そんな内容についても解説していますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録も済ませていただいて、そちらの動画も合わせてご覧になっていただければと思います。話を戻しましょう。投資を始めたての頃というのは当然のことながら右も左もわからない、それこそ何がわからないのかすらもわからないという状態が続いていくことかと思います。そんな中で今世の投資ブーム、先行きの不透明感、将来への経済的な不安、そういったものの浸透、そういったことによって多くの人が投資運用にチャレンジしようとしているわけですが、その多くの人の中のこれまたほとんどの人が投資や運用の話になるとまずリターンに注目するという行動を取ってしまいます。これをやればいくら儲かりそうだとか、この方法ならどれぐらいリターンが見込めるだろうとか、この手法ならそんなに稼ぐことができるのかとか、本当にもうプラスの話ばかり、うまくいった時の状態のことばかりが気になって、飛びつこうとしてしまいます。もちろんなるべく大きなリターンを得ようとする行為である投資というものについて考える上において、そういった発想になること自体は何も不思議なことではありませんし、ある種ごく自然なことだとは思います。でもだからこそそんな頭になってしまう人がほとんどだという現状があるからこそ、ここで一つ断言しておきましょう。投資初心者こそ一番考えておかなければならないこと、最も注目すべきところ、その最重要ポイントというのはマイナスの方向、つまりリスク、不確実性について予測検討ができる力、リスクマネジメントの力を養うことなんだということです。今お話ししたようなありがちな話、すぐにリターンに目を向けてしまうというのとは真逆で、その商品に投資すると最悪の場合どうなるのか、その投資手法を採用するとどの程度マイナスが発生する可能性、不確実性がそこにあるのか、そういったことにこそ注目すべき、最も気をつけておくべきなんだということです。したがって各金融商品を見定めようとするとき、そしてどんな投資手法、投資戦略でこの先やっていこうかと考えるとき、そんなときは常に最悪のケース、最も悪い状態についてよくよく検討し、それからもしも本当にそうした事態が起こったとしたならば、そのときにはどういう行動をとっていく必要があるのか、そういった方向へと思いを巡らせてほしいと思うんですね。適切なリスクマネジメントこそが損失の発生に対する的確な対応を可能にする、そしてそもそも損失自体を想定の範囲内に留めておくことを可能にしてくれる、そのことをまず必ず頭の片隅に置きながら、これからは投資手法や金融商品について評価していってほしいというふうに思います。投資や運用を行っていく中で損失の発生というのはやはり避けて通ることはできない問題です。でもこうした意識をしっかりと持った上で、さまざまな情報に触れていく、本質的に正しい方向、本当に自分の身に降りかかる可能性のある状況というものについて、それは一体どういうものなのか、自分のリスク許容度に本当に見合ったものなのか、そうやって検討していく、慎重に検討する姿勢こそが投資初心者が不要な損失を抱えてしまわないために最も重要なこと、その初動でまず心得ておくべきこと、やらなければならないことなんだと、この動画を通じて感じ取ってもらえたら幸いです。投資や運用、資産形成にはやるべきことはたくさんあります。でも決して一般の人が手も足も出せないような代物というわけではありません。本当に必要な要素や特に注意しておくべき点について整理し、正しく学んでいくことで決して小さくない成果を得るということは十分に可能なんです。これからもマネージャーと一緒に不安要素を一つずつ潰しながら着実に進んでいってもらえたらと思います。ということで今回の話は以上になります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。